あれ？この倉庫。ダメです。ここも鍵がかかってて、開かないですね。よろず屋のやつ、探検してこいって言ってた割に、結構入れないとこ多いよな。でも、危険なものもあるって言ってましたし、仕方ないのかもしれません。けどよ、もしかすると鍵がかかってるのは別の理由かもしんねえぜ。別の理由ですか？おや、例えばすっげえお宝が隠してあるとかな。ルリアも気になるだろ。セイラの言ってたどんぶりが中にあるかもしんねえぜ。どんぶりが、ごくり。ミシシ。ひな、お前はこの倉庫どう思う？そうね。それが賢明な判断だと思うわ。おお、ロゼット、いつの間に？楽しそうなお話が聞こえてきたから、ついね。それより、B 君はこの倉庫の中身が気になって仕方ないみたいね。おうさ、鍵をかけてるってことは、それだけすっげえお宝が。それじゃあ、こう考えるのはどうかしら？もしかしたら、この倉庫は人を近づけないためのものではなく、中にいる何かを外に逃がさないためのものだとしたら、その何かは、今も外に出る機会を伺って、扉の目の前で待っているとしたら？どう？それでも B 君は、この扉を開けてみたい？好奇心って、私はすごく大切だと思うわ。けれど、時としてそれは危険を招くことを覚えておいてちょうだいね。